KTL ゲームへようこそ。今日もアベリ商品やっていきたいと思います。さあ今日は広瀬すずがライバルということで、可愛い放送を心得ていきたいと思います。容疑者は違法キノコの影響と見られます。あーすはすは、あ、撮影前にキノコ決めといてよかったぜ。あー今日もいいアベレーションだ。こんにちは。ということで今日のアベレーションは、ハロウィンに間に合わせてロックドレイクを取れるようにしたいっていうところで、スピノサウルスの軍団を作ろうっていうね、卵を大量生産しておきましたので、これを孵化させて、とりあえず軍団作って仮想に殴り込みに行こうぜっていうのがね、今日の作戦でございます。あらら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 らよしよしよし、やべ、重くなった重くなった、やばいぞ、重くなった、やばい。とりあえずギリギリで取って3匹ずつぐらいで孵化させようと思ってますね。はい、どうも、オッケーオッケー、おいで。あー、なんか大きさが違って、なんか年少組と年中組みたいな。あら、かわいい。あら、あら、まおい、IQ1 がいるぞ、ここに。あらー、これ。あっちょー、あー、今日もキノコが気持ちいいわ。あー、気持ちいい。あ、キノコって美味しいよね。はい、再度、水飲んできます。いい加減、あれしろよな。水引けよな、水道。なんかね、めんどくさいのよね。お前さん、この人キノコ決めてます。嗅いでるだけ、嗅いでるだけ。違うの、嗅いでるだけ。いい匂い。あー、いい気持ち。はい、それでは残りの、あ、こんなんの卵。めんどくせえな。いやー、すごい、3人一緒に倒せた。ギルティーレベル上げ、本日もやっております。ちょっと重量あれするわ、厳選するわ。しゃー、パパフックで肉をたくさん取りました。兄弟の肉です。そうだった、何も考えてなかった。さあ兄弟の肉で育つスピノよ。あ、ちょっと待って、突然変わってる、色も変わってないよね。あ、メルが高い。メルの突然変異個体で、こいつ危ねえ、危うく殺すとこだった。278だって、これエース候補だ。あ、メルに突然変異来てる。重量引き付けなかったけど、エース候補最後に来たぞ。だけど色一緒じゃね、クソゴミカラーじゃね、お前も。え、お前も結局色クソゴミじゃね。なんかお前霜降りめっちゃ持ってんじゃん、よかったね。理由は聞かないよ、霜降り持ってる。オッケーオッケー、あと1分ね、いい感じ。いや、これは神引きたな、最後の最後に。ちょっと今回いっぱいしたから、エースの名前だけつけようかね。いやー、早くこいつらでロックドレイクをボコボコにしたい。いやー、ちょっと楽しみや。とりあえずね、皆さんね、このエースの名前をつけます。あれ、なんかレベルアップしてる、俺。あれ、俺なんか高レベルの生物倒したっけ。なんかレベルアップしてる、ラッキー。なんかラッキーだな。え、ちょっともう一回。もう一回水飲み行きます。おい、誰だよお前、裏で水道作っとかなかったやつ。水道ぐらい作っとけよ。水道、いやいやいや、水道は引くのは素人やで。全力で今強がっております。いや、マジ水道引きたいよね。心の奥底にしまってたけど、実は水道引きたいって思ってたんだよね。見てくれ、この汚い拠点を。サファリパークや、これ。やべえ、どうしよう、この数。まずサドル作るのに超苦労しそう。スポブラも一応ちょっと重量ちょこっとだけ上げようか。あ、そういえばスポブラの移動速度 200% なりました。見よ、これが 200% の速さ。スン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 。効果音は自作です。あ、水道ね。5秒で忘れる。水道引かねえとか強がってたけど、もう水道引くわ。水道なしなんて耐えられない、私。水の110番に電話しよう、今すぐ。水は来るものではなく迎えに行くものです。おっしゃる通りです。来たー、我が家に。
水道が通りました。オッケー、うめうめうめ、ちょっと待って、これおちょ高えぞ、おいおい、ちょ高えぞこれ。これが拠点から引かなかった代償です。さりげなくな、バレんなよ、バレんなよ。なんかお前な、何それミスったのみたいな感じの雰囲気出さずに、さりげない感じでいこう、さりげない感じ。なんか土台を置いた方がなんかそこはかとなくいい感じだよねっていう感じのノリで置こう。あ、いい感じ。あ、水場ってこんな感じだよね、大体みんなね。うん、こんな感じ、こんな感じ。うめえ、水うめえ、ごくごくごく、あ、水うめえ。最高だぜ。え、水道引いてないとか、やっぱりさ、俺そこら辺さ、ちょっとさ、しっかりしていきたいと思うから、水道引きました。水道？いやいやいや、水道は引くのは素人やで。危うく欠陥住宅だったわ。いや、危うくっていうか、すでに欠陥住宅だけど。違和感しかなくてくさ。あ、ここがそれっぽい。おい、あらあら、なんか、あ、土台もあっておしゃれな水飲み場ですね。必死。てかさ、こんだけいるんだったらさ、あのアルファカルキナス殺しに行きたいよね。あいつマジで川の中央に陣取ってて、マジ邪魔なんだよね。確かにね。えっつって、それは聞いてねえよっつって。よし、考え抜いた結果、こいつを命名していきたいと思います。クソゴミエースでいきたいと思います。皆さん、今日も名前の応募ありがとうございます。喝采せよ、新たなるクソゴミの誕生を。よっしゃ、いくぜ、レッツゴー。すいません、参加したいです、参加させてください、参加したいです、僕も。あ、ちょ、参加したい。あー、うるら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 、行くぞ行くぞ、うるら行くぞ。ちょ、やばいことなってる、やばいことなってるって。きたー、うわっ、数の暴力。秒殺でした。ちょっと、あー、どうしよう、あ、これはやばい。収集がつかねえぞ。いや、今日こそさ、クマ捕まえてえよな。ずっと捕まえたい捕まえたいって言ってんだけど、高レベルいないのよ。なんかどっかで強いドエディを見たのよ。あ、来た来た、これこれ、112、これこれこれ、ドエディ112はマジで熱い。このストーリーマップでレベル高いやついないからね、マジで。あっ、しくじった、なんで俺1個しか持ってきてないの。 IQ2 だった。動画の山場を作るのに、ちょっと わざと忘れた感じやけどね。分かってたけどね。あ、なんかこれ1個忘れたら美味しいのなみたいな感じを思ってた。OK。 あ、なんかいい色じゃん、いい色いい色。はい、 OK でーす。あら、あれ、もう血出てんだよ、大丈夫。ご機嫌うるわしゅう。ちょっと丸くならないでね、急に。え、なんでそんな丸まったー。持ってはいるのよね。作れよって話だよね。はい、潔く作りまーす。ねえ、ドエディね、俺も結構運ゲーで良くなることが多いんだよね。じゃあライフルあらかじめ用意しとけよって話だけど、めんどくさかった、正直。すまん。ワンチャンいけるかなって思ってました。あー、血出てるね。あー、色めっちゃいいけどな。だいぶ血出てるよな。やばい、ちょっと待って、押さないで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 って言ってるじゃん、押さないでって言ってるじゃん。やばい、本当に死んじゃう、本当に死んじゃう。待って、あ、生きて、生きてー。危ねえ、マジで。今俺生きてって応援しなかったら多分死んでたわ。危ねえ、マジで。アドエディレベルいくつ、あそこは、来たー。君だよね、オッケー。116とかマックスまであと4じゃん。さあ、ついに、我が家の石文化が超絶に進化するのか。オッケーオッケー。来た！これは勝ち確！これは勝ち確！うわっ！おい！おい！やめろ！おい！おい！ちょ、お前、そ、おい！お前、どれ？お前、ちょ、ちょ、やばい、ちょ、お前、ふざけんな、ちょ、お前、ちょっと一回さ、入れてみよう、メジョベリー。メジョベリー入れて減ってると、ちょっとあれかな。あー、78% だ、あかん。クマ、あいつレベルいくつだっけ、あいつ、ちょっと、危ない危ない、落とされる。どうせそこで U ターンするんだろ、U ターン、え、本当に、あ、本当に逃げてるぞ、あいつ。
これ神来た、あ来た、天然のトラップ来た。あ何何あ何あ何、よくわからないけど怖い、やめて。ふざけんなお前、マジでお前、お前今テイム中ですから、お静かに、図書館でお静かにお願いします。テイム中ですので。おけつドン、おけつ、オーマイガー、きたー、シャオラー。ちなみにプーさんといえば、僕健康版のプーさんのネタ好きなんで、皆さん検索してみてください。あ、ただし女性は多分見ない方がいいです。テイム完了し、あーテイム完了してる、きたー、今テイム完了、きたー、119、やったね、ありがとうございます、やったねー、クマゲット。お前はね、ちょっとね、ちょっと微妙やな、次かな、お前は。うわ、めっちゃいい色してる、すごい脚力、やばいね君、世界取れるよ。あ、ロッキー、タラさんの名前ドエディ、あそれだ、こいつの名前、すいません、募集の前に決まりました、公募の前に、ドエディクルスです。ドエディクルス今日テイムできたわ。いやでもこれもね、何もね、無慈悲な、あの無慈悲なサソリさえいなければ、超高レベルのドエディをゲットできてたんだよ。急に一目惚れのパラさんをテイムしだす。やばい、またパラさんが増えてしまう。うん、今日も水がうまい。イロハスかなこれ。あ、そういえばこいつのさ、名前決めてなかったね。隣にいる豚でいい。なんか勢いが好き。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。